こんにちは。学習塾ネスト福知山の小西優穂ですえ。今回は、まあ、1年生、2年生、3年生関係なく、まあ、新シリーズという形で、文法の授業をやっていきたいと思います。まあ、皆さんね、えっ、ー、と、中学校でこう勉強をし始めてから、まあ、国語、数学、理科、社会、英語とやっていく中で、まあ、小学校からも国語の勉強をしていく中で、まあ、日本語を使って日々生活をしていますよね。 で、私たちは、こう、生まれてから、こう、ずっと日本語っていうのを、周りで聞いて、で、自分も喋って、っていうふうに生活をしています。だから、今さら、いや、日本語ってこうだよとか、日本語はこういうルールで使わないといけないよとか、まあ、そういうのって、あの、別に、なんか勉強してできたっていうわけじゃないですよね。もう、自然と身についていったというか、今もこうやって、私もおしゃべりしていますけれども、その喋る言葉だって、あの、あ こういうふうに喋ればいいんだ。あ、言葉っていうのはこういうふうに並べればいいんだ。みたいな、あの、勉強をしてから喋れるようになったっていう人はいないと思うんです。まあ、要するに、私たち日本人っていうのは、日本語を、まあ、生まれてから、こう、自然に、あの、ま、身につかせていっているということなんです。ただ、じゃあ、まあ、それでいいからということで、えー、みんながみんな日本語をこうね、あの、自然に身につけているかっていうのは、 まあ、えっ、ー、と、もちろんそうなんですけれども、実はそこにはちゃんとルールというのが存在します。文章を書くときとか、まあ言葉を喋るとき、まあそういったときに、まあ文のルール、決まり、こういったものを、あーと私たちは無意識化にあの使いこなしているわけなんですね。まあでも正直使いこなせてるかどうかっていうのはちょっと私も正直自信がありません。 実は、あーとこういうふうに決まっているルールがあるんだよっていうのを皆さんにも知ってほしいわけです。英語でも文法っていうのをやったりしますよね。あーと主,主語があって、で、その後に動詞が来て、<laughs> I am なんとかみたいな感じでね。あーと文法の授業っていうのがあったりすると思いますが、日本語、つまり国語の中においても文法っていうのが存在します。 今回からはこの文法っていうのがどういうものなのかっていうことについてみんな、えー、と一緒にね見ていきたいというふうに思います。はい。ということでもうさっきから散々言っている文法。これ何なのかっていうともう言葉の通りです。文の法。つまりルール。言葉の組み立て方とか使い方というものの決まり。決まりがあるんですね。いや、決まりって私たち勉強したことないけど。 って思うかもしれませんが、あの、すごく当たり前のことなんです。例えば、この文章を見てください。兄が新聞を読む。はい。意味わかりますね。お兄ちゃんっていうのがいて、あ新聞をこうガーって読んでいるというふうな、この当たり前の文章なんですけれども、これ、例えば、これを読むときに、兄が新、文を読む。今の読み方どうですか あ、おかしくねってなりますよね。いや、普通切るとこう違うでしょっていうのが、皆さんなんとなく感じれたと思うんです。まあ、分かりやすいようにここもちょっと空白をあえて作ってはいますけれども、あの、一呼吸を置くとしたら、兄が新聞を読む。こんな感じで、兄がで、えっと、一回間を置いて。いうふうな区切り方っていうのも、皆さん自然とわかると思います。この文の 区切り方。これも文法っていうものの一つです。それから、言葉の順番。これ、もし順番入れ替えたらどうなるでしょうか例えば、読むが新聞を兄。こういうふうに入れ替えたらどうですか意味通じますか読むが新聞を兄。謎ですね <laughs>。どういう状況ですかってなりますね。はい。このがとかおとか。 っていう場所ものの位置であったりとか、兄がっていう、兄が最初に来ないといけないとか、こういう言葉を並べる順序っていうのも、文法というものとして存在します。言葉の並び方にもルールがある。それから、言葉の形の変化というのもあります。形の変化。 これは何かというと、例えば今のこの文章を過去のこと、今じゃなくて、えー、例えば昨日の話だったとしましょう。そしたら皆さんこれをどういうふうに変えますか今のままだと、これ、今兄が読んでいるというふうに感じてしまうと思いますが、過去の話にするとしたら、これ、だっていうのを後ろにつけて、兄が新聞を読んだ。 こういうふうに変えますよね。普通、読むっていうのを過去の話にしたいときは、読んだとか、読み終わったとか、いうふうに変えると思います。でもこれ、だをつければいいのかっていうわけじゃなくて、もしだをそのままつければ、新聞を読むだってなりますね。読むだ、ほら、ほら読むだって。 感じで、なんかちょっと方言みたいになってしまいます。そうじゃなくて、だをつける場合には、このよむじゃなくて、よんっていうふうに、ここが形を変えなきゃいけない、というふうなことがあるわけです。でも、普段意識しないですよね、こんなこと。あ、だをつけるから、ここむのところをんに変えて、よんだに直して、っていうのをわざわざ考えて喋ってる人ってあんまいないと思うんです。なぜなら、自然と身についてるから。 こんな風に文法っていうのは、まあ私たちの生活の中でももうあと自然と身についていくわけなんです。だからこそ、あえてこの区切り方、順序、形の変化、こういうルールっていうのをちゃんと知っておくこと、日本語を正しく使えるようにしておくことっていうのはとっても大事だと思うんです。ので、まあこれからね、たくさんシリーズを上げていきますので、まあ順番にね、文法ってどんなのがあるんだろうっていうのを見ていきましょう。はい。で、 記念すべき第1回の今回は、言葉の単位というものを見ていきたいと思います。言葉、まあ要するに私たちが使っている日本語。日本語には、まあ、区切り方というか、まあ、あの、分け方というのが存在するんですね。単位っていう言葉から連想するのは皆さん、例えば、鉛筆を数えるとき、どういう数えますか ?1 本、2本、3本、本ってつけますよね。紙だったら、1枚、2枚、3枚。 長さだったらセンチメートルっていうのがあったり、ミリメートル、メートル、キロメートル、インチとか違うのもあったりしますが、単位が一つのものの中でもこう、たくさんの種類があったりとかっていうふうに、まあ単位っていろんなものにあるわけです。言葉にも同じように単位というものが存在します。今回紹介するのは、五つ。5つの単位に分けられると思ってください。 はい。で、あとでまた順番に詳しく紹介しますが、一つ目が文章、談話。これはまあ一括りだと思ってください。で、その次に大きいのが段落。で、その次に文。次が文節。で、一番最後が単語。これはこの順番が大きい順になっていると思ってください。つまり文章とか談話っていうものが言葉の中では一番大きい単語。 そして、それをこう、細かく細かく分けていくと、一番ちっちゃいのが単語というふうになるわけです。これは、イメージとしては、あの、さっき言った長さの単位でも、ミリメートルっていうのが、まあ、学校で習う範囲では一番ちっちゃいですよね。で、キロメートルっていうのが、学校で習う中では一番でかい。っていうふうに、まあ、ミリがちっちゃくて、キロメートルがでかい。みたいな、あの、並び分けがあるわけです。で、まあ、これ、 でもちょっとあんまピンとこないっていう人もいると思うので、まあ、例えばね。例えばの話。えっ、ー、と、皆さん学校通ってますね。この学校っていうのが、まず一つドンと存在する。で、それをじゃあ、こう、ちょっと細かく区切っていこうっていうふうにしたときに、まず何で区切るかっていうと、学年で、まず分けてみようと。要するに、中学校だったら中学1年生、中学2年生、中学3年生。 こういうふうに学年ごとにこう切っていくことができるわけですね。で、学年の中でもさらに1組、2組、3組、A 組、B 組、C 組みたいなクラス、クラス分けっていうのが存在します。学年をさらに細かく切っていく。で、学年、まあクラスの中でも、例えば、まあこれはわかりませんけれども、班とかってありません ?1 班とか2班とか、A 班 B 班 C 班掃除当番とかもあったりしますよね。クラスの中で、 この5、6人ぐらいで、塊を作って、まとまりを作って、それを班と呼んだりするわけです。で、その班を構成しているのは、ば、誰々君誰々さん、みたいな生徒一人一人になるわけですね。こんなふうに、学校っていう一つの単位、ここを細かく細かくこう、区切っていくっていうふうにしたときに、こういうふうにだん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 小さくできる。逆に言うと、この生徒一人一人が集まって班になり、班が何個かあってクラスができる、 そのクラスが何個かあるので学年っていうのが存在し、その学年が3つ並ぶことで学校として存在できる。こういうふうに、まあ、作り上げられていっているというわけです。言葉も同じ。単語が集まって文節になり文節が集まって文になる。文が集まって段落になり、段落が集まって文章になる。こんなふうに繋がっているわけですね。だからこの切り方、大きさが違うっていうのをまず押さえておいてください。じゃあ、 さっきから言ってるこの文章とか文節とかそれ何やねんということで順番にそれぞれどういうものなのかを見ていきます。まず一つ目に紹介するのが文章と談話。これはまあ、あと、は違うんだけれども大きさの単位で言うとまあ同率、同レベルのものなのであと一緒に紹介をします。文章。これはまあ聞いたことありますよね。文章っていうのはひとまとまりの内容です。 で、それを文字で書き表したものが文章と呼ばれるものになります。例えば、皆さんが今持っている教科書。教科書に載っている、まあ、新春だったり、走れメロスだったり、あっと <coughs> 夏草とか、奥の細道だったり。まあ、こういったものっていうのは、ひとまとまりの、まあ、内容が入ってますよね。それを一つの文章として捉えます。まあ、小説だけじゃなくて、説明文なんかもあり。 あるいは詩とかもありますね。あとは手紙。皆さん,あんま書いたっていう経験ある人もしかしたら最近はいないかもしれませんけれども手紙ね、2枚3枚ぐらいの文章で形作られているものです。で、こういう話すると、あ、じゃあ先生 LINE の文はどうなんですかってなると思いますが LINE はね、どっちかというとひとまとまりの内容、つまり 文がこういっぱいあるかっていうとそうじゃない場合があるんですね。すごい長い文章と、長いこと言葉が連なっているとかだったら文章かもしれませんが、まあ大体は単文の場合が多いです。おはようおはよう、いい天気だね、そうだね、みたいな感じの場合はまあ文、あるいはまあ単語かもしれません。まあ長さっていうのがとにかく大事なんだっていうのを知っておきましょう。で、同じく談話というのも存在します。 あまり聞いたことないかもしれませんが、まあ、要は、さっきが文章、文字だったので、こっちは音声、喋る言葉、話し言葉ってやつですね。中学2年生で、この話し言葉と書き言葉っていう単元が出てくるんですけれども、まあ、そこで出てくるこの話し言葉に当たるのが談話。で、その談話は談話でも、ある一定の長さを持っているものが談話です。例えば、演説、あと、選挙とかの前にね、 あと、議員さんたちとかがこう、話をすると。政治家の皆さんがこう話をするっていうのはこれ演説。あるいはスピーチ。あと、英語でも何でもいいですけれど、みんなの前に立って、あと、僕は今から丸々を紹介しますって言って話す一連の流れがこれ、談話です。あるいはまあ日常会話でもある程度のこう、長さっていうのを持っていれば、談話としてカウントされます。要はこの文章も談話っていうのも、 複数の文。文がたくさんあるものっていうのが文章。あるいは談話。こういうふうに呼ぶわけです。だから、文が1個しかないってなったらもうそれは文。でも、文が2つ、3つ、4つと並んでいくと、ある種の塊ができるわけですね。クラスが1個しかないっていうまあ学校ももしかしたらあるかもしれませんけれども、まあ 2クラス、3クラス、4クラスとできていく中で、まあ学年の分け、仕分けがあったりとか、で学校になったりとかっていうふうに、複数の文でできているものが基本だというのを押さえておいてください。はい。これがまず一番大きなアート単位、言葉の中で一番大きいのが、この文章だったり、談話と呼ばれるものです。 じゃあ、それをちょっと細かく切っていこうということで、次に登場するのが2番目の。これ、段落です。よく学校で段落分けしましょうね。国語の授業とかで言われたことあると思います。段落っていうのは、まあ、文章を内容のまとまりごとに区切ったもの。要は、文がいっぱい並んでるわけですよね。 でもそれを、ま、一文ずつでこう分けるってなると、あの、小説、長い小説とかだと、本当たくさんの文が出てくるわけです。それで見ていくっていうのはちょっと大変なので、ま、こっからここまでで、一回ちょっと区切ろうか。こっからここまで、ま、ちょっと意味が近いから、あの、時間帯とかが一緒だから、ここまでを一回区切ろう。っていうふうに、ま、書いている人とかがね、あの、文章のまとまりっていうのを、 わざと作っているっていうのが、この段落と呼ばれるものです。はい。まあ、あと段落分けしたことある人なら知ってると思いますけれど、段落の始めっていうのは改行がされております。なので、とその後に一時こう下げる。つまり、ここが1個空いてるんですね。文字を1個書くスペースがあるのに、わざわざ2番目ぐらいのところから始まっていると。 こういうふうに書かれているところは、あ、これ、段落が分けられているんだな、という、まあ、合図になっているわけです。こんなふうにね。はい。で、この段落の始めっていうのは、まあ、隣の行、開業して一時下げるっていうのが、まあ、形式的に決まっています。ただ、すごく長い文章とかになると、毎回毎回こうやって一時下げ、一時下げってしていくだけでも、それでもいっぱい段落ができていくる。 例えば、一本の長い小説。小説とかだと、もうめちゃくちゃたくさんの段落分けが、まあ、どうしても出てくるわけです。そうなったら、小説家さんたちはどうするかというと、第一章、第二章、第一節とかね、こういうふうな新たな区切れ目っていうのを作っていきます。あ国語の教科書とかでも、まあ、段落分けをする上で、さらに大きな いくつかの段落を結びつけて大きなまとまりを作るっていう場合もあります。第1、第2、第3段落までを、例えば、序論、つまりと、始め。第4、第5、第6、第7段落までを、と本文、中、ねで。第7、第8、第9、第10を終わり、まとめ。こんな風に意味として大きなまとまりを作るっていう場合もあります。 えっと、教科書には出てきませんが、難しい言葉で、この大きなまとまり、いくつかの段落が結びつくまとまりを意味段落って言ったりします。で、さっき言った段落の初めにこう、一時下げる。下げる形で分けている段落っていうのは、形式段落というふうに呼んだりもします。まあ、あと、分け方がそれぞれ違うわけですね。とにかく、この段落っていうのは、文章をまあ、わかりやすいようにちょっとこう、区切る。 いう風な作業がされたものだと思ってくださいでそれを形作っているものまあ、文章の大元にもなるのがこの3番目これです文もう普通ですね文文って何っていうとひとまとまりの言葉を表す、まあ、ひ一続きの言葉のことですただこういう風にちょっと難しい言葉で説明されるとなんとなく意味わかりませんよね でも、文って言われて、えぇ、ー、何ですかそれってなる人はいないと思います。というのも、文って何かというと、もうこれですよ。文の終わりには必ずこれがつくんです。丸。ああ、丸がつくこのまでのところが文なんだなって思ってもらうと分かりますよね。ちなみにこの丸は、句点というふうに言いました。文の終わりには必ず、まあ、ほぼ必ず句点っていうのがつきます。 ついてないですね。失礼しました。つけるんですよ。まあ、この句点の代わりに、はてな。つまり、疑問符とか、びっくり。簡単符とか。こういったものがつく場合もあります。まあ、どんな形であれ、丸とか、はてなとか、びっくりっていうのがつくことで、まあ、一文っていうのを、こう、まあ、表すというふうになっているわけです。これちょっと後で使うんですけど、山の上に涼しい風が吹く、丸。 なので、こっからここまでが一つの文というふうになります。例えば、これに続きがあって、山の上に涼しい風が吹く。はい、その風が僕の方を慣れた。その時、僕は昨日の晩ご飯のことを思い出した。一方、その頃、お母さんは家でご,ご飯を炊いて、僕の帰りを待っていた。みたいな感じで文章が続いていくと、一方、その頃からは、あ,あの、場面が変わるので、段落が多分変わってますよね。 とかあと、その時僕はみたいなのが続くことで、文がたくさん出てきて、段落っていうのが作られて、最終的にこれが文章になっていくというふうに、まあこの文っていうのがまず大元、始まりになってくるわけですね。はい。ただ、この一つの文、これが一番小さい単位なのかというと、実はもっと細かく分けることができます。一つの文、 っていうのが、まあ、文章の中においては、こう、細かく分けていったときに、まず行き着くところなんですが、それをさらに分けたのが、4番。分節です。分節っていうのは、発音や意味なんかの上で、不自然にならないように、文をちょっとこう切ったもの。さっきの段落と感覚は一緒です。意味が通じるように、ちょっと細かく分けてみようね、というふうにしたのが、この分節だと思ってください。 はい。で、この分節っていうのが、まあ皆さんにとってはちょっとこう苦悶、苦、え、問、ー、ちょっと疑問というか、えー、まあ難しいなって思ってしまいがちなところなんですね。はい。分節。さっきの山の上に涼しい風が吹く。これを、じゃあ、えっ、ー、と、分節で区切ってみようというふうにやっていきたいと思います。 で、文節を区切るときのポイントっていうのは、これはもうどこに行っても多分そう、あの、教えてもらうと思うんですが、ねとか、さ、これをこの文の中に途中途中に入れてみるんです。あのね、僕ね、昨日ね、ご飯がね、とてもね、美味しかったの、みたいな感じで、ちょっと子供みたいな、子供っぽい喋り方になりますが、 ねとかさっていうのをこう途中途中で入れることで、その入れることができる場所っていうのが区切りになります。山の上に涼しい風が吹く。これだったら、山のね、上にね、涼しいね、風がね、吹くんだねって言って、最後ちょっと強引ですけど、こんな風にねとか、これは山のさ、上にさ、涼しいさ、風がさ、吹くんさ、みたいな。 感じで入れていくことで区切れ目っていうのを判別していきます。ただこれもちょっと間違いがやっぱり起きいやすいところなので練習が必要です。ねとかさを入れて分けたのがこれ。なのでこの山のっていうのが一つの分節。上にっていうのがまた一つの分節。涼しいっていうのが一つの分節。こういうふうに分節でこう一個の分を区切ることができるわけですね。で、 じゃあ、これが一番ちっちゃいのかというと、さらにさらに細かく分けることもできます。これが最小単位の単語と呼ばれるものです。はい。なので、文章っていうのを細かく細かく分けていくと、もう単語がいっぱい集まってできているんだ。というふうに考えることができます。学校っていうのはもう生とかもういっぱいいることで初めてできる。私たち人間の体っていうのも細胞がいっぱい集まってできてますよね。 細胞っていうのが組織を作って、組織っていうのが、さらにまあ形を作っていって、みたいな感じです。一番細かく切ったのがこの単語。さっき分けたこの分節をさらに細かく分けることができます。どういうふうにするか。山の根っていう、この山のという分節。これよく見ると、ものの名前が一個入ってますね。そう。一番上の山。これにの。 っってていいうう何の言葉なので、こののっていうのが一つの単語なんですよ。だから、山っていうものを表す名前にえと付属するのがこののと呼ばれるもの。単語にはそれぞれまあ役割というのがあります。例えば、ものの名前を表すもの。一番上の山っていうのは、 まさにそうですね。名前を表しています。さらには、動作とか変化、あるいは、様子、状態ですね。状態を表すものっていうのもあります。これは、あと、まず、ごめんなさい。まず分けましょうか。山との、そして上にっていうのは、上とにに分かれます。上っていうのも場所を表しているので、これ、物の,の名前を表す単語ですね。にっていうのは、これは、何々にっていうふうに、 上っていうものにくっついている単語。涼しい。いこれはまあ状態を表しています。状態を表す、これ一つの単語で。風が。これも風っていうものの名前と、がっていう何かにくっつく言葉。で、っとっと服。服っていうのもまあ動作を表していますので、 まあ状態ですね。はい。このように分節っていうので切った上でさらに単語っていう細かい単位分けていくことができます。だから山とか上とか風っていうものの名前をまずパーツ集めて。で、それをくっつけていくときに、のとかにとかっていう、まありみたいなのをこう用意して、山、 上っていうのをくっつけるために山の上っていう風に間にのを挟まないとこれは一つの塊にならない山の上にでまず山ので一つのパーツが出来上がってで上に上と2をくっつけて一つのパートが出来上がってでそのパーツをこうまたガッチャガッチャガチャガチャってくっつけて山の上に涼しい風が吹くっていう一つの文が出来上がるその文をまたいっぱい準備したことで段落ができさらに文章になる。 こういうふうに、まあ,あ、私たちが普段読んでいる文章っていうのが出来上がっているわけです。はい。なんとなくわかりましたでしょうか。まあ、イメージをね、まず持ってもらうことが大事。そして、それぞれのその単位の、まあ、名前ですね、名称。ここはしっかり押さえておきましょう。これから文法の授業をしていくにあたって、この単位の名前っていうのはもう、わかっている体でね、話していきます。あと、この、 2番と4番、段落と分節。こういうのは、まあ、えっ、ー、と、それだけを作るっていうことができないわけです。要は、あと文章があって初めて段落に分けることができる。段落を先に作るっていうことはできないんですよね。同じように分節っていうのは、文を切って初めて分節になる。だから分節を先に準備する。さっきパーツをガチャガチャとか言いましたけど、分節を作ろうね。 っていうのはあのちょ巻き寿しを作りなさいって言われた時にあの巻いてで後で切ってからこの切ったやつを並べますこう切ったやつを一番最初にこれだけ作りなさいって言われたら難しいでしょ。同じようにだから切って初めてできるものっていうのがこの2番とか4番段落とか分節っていう概念だと思ってく はい。ちょっと細かい話でした。で、もう一個だけ。えっ、ー、と、単語の説明をさっきしましたけれども、この単語っていうのが、ちょっとややこしいのがあるんです。それが、ここに書いた複合語。これは、単語は単語なんだけれども、二つ以上の単語が合体して、一つの単語として扱うというものです。例えば、飛び上がる。これ、飛ぶっていうのと上がるっていうのが二つくっついてますよね。 じゃあ、単語に分けるときに、ここにピッて線を引くのかというと、そうじゃなくて、もうこの飛び上がるで、一つの単語として数えます。ややこしいですね。こんな風に、もう、これは一個にしましょうという風に、一つの単語として扱うようになったものっていうのも、いろいろ存在します。ここに書いた、輪投げとか、飼育係とか、勉強する。これも一単語です。何々するとか、 いう言葉っていうのは結構この複合語になりやすいというか結構そういうので出てきます。で、これの見分け方っていうのはちょっと難しいんですけれども、えっ、ー、と、今後ね、勉強する文法の授業の中で自立語と付属語っていう話をします。その時にまた詳しく説明をします。さらっと言っとくと、一つの文節の中には自立語っていうのが一つしか入らないっていうルールがあるんですね。 なので、この飛び上がるっていうのは飛ぶと上がるで2つ分けちゃうと自律語が2つになってしまう。だから文法としておかしい。ってことでもうこれは一つの自律語、つまり単語として扱うんだ。こういうふうなルールが、決まりが存在します。これはまた次の別の授業でまた紹介しますので、その時にね、見てください。今回は文のまああと単位、言葉の単位っていうのを紹介しました。 これがじゃあさらにどういうルールで繋がっているのかっていうのをね、また今後見ていきたいと思います。はい、これからね、一生懸命文法いろんなのありますので見ていきましょう。では、今回の動画は以上で終わりです。ありがとうございました。